はい、皆さんこんばんは。宮野の世界へようこそ。今回もプラス PS やっていきます。今回なんですけど、現在スコアバトル来ているということで、こちらの方やっていきます。はい、本当ならね、この時期にプラス PS ファンフェスタ、まあ、ちょっと前かなに来ていて、それと同時にねスコアバトル開催していたりはするんですけど、まあ、今年はコロナウイルスの影響でね、あのプラス PS ファンフェスタやってないので、はい、まあ、今来たって感じですかね。で、僕なんですけど、2年前のプロス PS ファンフェスタ in 東京で、あの緑組でね、ランク100位以内取っております。はい、まあ、今回その実力をね、見せていけたらなと思います。ではやっていきましょう。やっていきます。久々だなこれやんの。懐かしいな、なんかこのあったな、この雷でやるやつ。おお、岩隈選手現役引退ですよ。おお、松坂選手いいね。引きは良かったんじゃない。どうしようかな、松坂選手と岩隈選手。まあ岩隈選手でいいかな。うん、確かフォーク持ってましたよね、岩隈選手。はい、ところで狙い奪三振、三振取ればいいのか。まあ、フォーク持ってる選手の方が、うん、三振取りやすいんで、まあ岩隈選手にしました。やっていきましょう。ストレートから入ろうかな。オッケーオッケー。チェンジアップ持ってるんだ。チェンジアップも使えますね。オッケー、からの三振しない。三振、やばい、ゲッツ。やってしまった。ちょっと危ないよ。オッケー、ストライク、ストレート、チェンジアップ、フォーク。もう一球。オッケー、危なすぎる。本当は2人ね、三振取りたかったんですけど、やってしまいましたね。まだ許せる。では2回目いきましょう。2つ目なんでしょうか。まずはガチャか。できればミート高い選手欲しいですけど、いいね、宮崎選手。おー、鶴岡選手、セレクションの鶴岡選手からの、あ、梅野選手。なるほど、これキャッチャーかな。あ、捕手と三塁手か。宮崎選手と、あー、どうしようかな、梅野選手でいいかな。梅野選手でいいでしょう。S ランクの鶴岡選手を差し置いて梅野選手を選ぶっていうね。はい、で2回目が、狙い引っ張りヒット。あ、引っ張り打ちか。引っ張りね、流し打ちより立ち悪いからの引っ張り打ち。あ、センター方向が一番めんどくさい。引っ張りかこれ。うわ、センター方向、うわ最悪、うわやっちゃった。センター方向か今の。うーん、ボーナスつきませんでしたね、残念。さあ3回目いきましょう。ゴールときたよ。おー、ね、2人外。これ楽しいよね、このガチャ演出。おー、坂本選手いいね。これは坂本選手でしょうね、もらうとしたら。あ、源田選手ショートかなこれ。あ、ライトとショートか。まあセレクションの2人いただきましょう。いいな、欲しい。さあということで、ね、3回目が変化球の嵐。なるほど、変化球ね。まあまあまあ、いい選手引けたんでね、高いスコア出していきたい。モイナル選手か、厄介だな。チェンジアップがすごいんだわ。スライダー、カーブ、チェンジアップ、フォークかな。あと OK、 ナイスバッティング。まあ、フォークとチェンジアップね、落差すごいですからね、モイノル選手。欲しいですけど、僕も中継ぎなのに三振奪いまくるっていうね、モイノル選手の凄さが分かるっていうのを見ましたけど、相当三振取ってますからね。はい、ということで4回目。あー、微妙ですね、すごい微妙。 A ランクだけ。松葉選手、これなんだろう、ガルシア選手にしてみようかな。1回ガルシア選手にしてみましょう。相手の B ランク、勝利ミッドブレイク。あー、バッター強いやつか。B ランクガルシア選手で抑えられるか。やっていきましょう。4回目、うわーやばいな。あ、でもチェンジアップ持ってるんでいけるでしょう。スライダ ー、 あー3点以内で抑えればいいのか。 OK、 スライダーからの、ま、ツーシームで入れてみます。マジ危ねー、高めのストレート行こう。1回からのチェンジアップ、嘘でしょ、最悪、うますぎでしょ。青木選手どんなバッティングよ。危ない、スライダー、ツーシーム。 OK、 ナイスボール。
一球高めで釣りましょう。釣ってもう一球釣ります。慎重に行く男からのチェンジアップ。うわ、あーツーシーム行こうかな。 OK ゲッツ。うわでも1点取られちゃいましたね。いやちょっとダメだな今日。アウトは取れてはいるけど失点が多すぎる。柳田選手気をつけて。ツーシーム高め。オッケー、危ねえ。まあ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 、なんとかクリアと。少し引き運が悪かったですね、ガチャの。B ランクガルシア選手では僕は限界でした。僕にはちょっと B ランクじゃ抑えられる実力はなかったようです。さあ、5回目。S ランク欲しいんだけど。おー、村松選手。S ランク、来ないね。いや、坂本選手と外選手のところで運使っちゃったかな。ファーストどうしようかな。福浦選手で行こうかな。福浦選手、まあ、レフトも村松さんで行こうか。はい、この2人にします。 OB、 あ、TS か。空振り禁止、空振り禁止ね。空振りしちゃダメだよ。 OK、 よし、ここで村松さんでホームランとか打ちたいんだけどね、本当は。ただ村松さんだときつそう。低弾道とかなんで、本当はホームランで決めたい。おお、アウト。お、外選手回ってきた。これはいけるぞ、ホームラン打てばでかい。ああ、やばい。え、やっちゃった。最悪、ツーアウトだと思わなかった。はい、では気を取り直してもう一回やっていきましょう。とりあえず全部クリア目標にやりましょう、ね、ステージごと6失敗しちゃったんで、まあ、全部クリアを目標にやっていきましょう。お、吉井選手オール76からのアルバース選手。はい、まあ、吉井選手にしましょうか。とりあえず目標は全部クリアなんですけど、ステージ1ステージ2はできればボーナスを取っていきたい。さあやっていきましょう。吉井選手、これはフォーク持ってますね。ストレートから入ろうか。じゃあ、お、振ってくる。スライダーで入れる。振ってくる。ゲッツー取れない。ちょっと三振きつそうかな。どうやって取ろう。カーブから入る。変化球が普通すぎる。スライダー、うわ入らねえ。どうしよう。スライダーもう一球いこうか。あ、振ってくる。危ないな、ショート。三振取れなかったですね。ステージ1、900。きつ。まあまあまあ、クリアですから。はい。ショートの権力、ちょっと危なかったよね。ワンチャンセーフになるかと思った。タイマンプレーです、これは。さて、ここで小笠原選手引けましたね。小笠原選手、まあ森選手、いただこうか。二つ目は引っ張り打ちですね。もういきなり小笠原選手で、ライトスタンドぶち込んでやれば、OK。上手い人だとね、わざとランナー潰して、3本ヒット打ってホームランとかやるんですけど、そこまでの勇気はないですね。はい、ここで引っ張り打ちは成功。スリーベース。いけよ。最近スリーベース減りましたよね。アップデートで。ランナーの走塁があんまり積極的じゃなくなってしまいました。はい、ここで引っ張り打ちは成功と。ステージ1でね、ボーナス取りたかったですね、そう考えると。3回目いきましょう。もうスキップでいいや。お、坂本選手、これは嬉しい。どうしようかな。岡島せ、いや鈴木誠也選手、いや福留選手、坂本選手、この2人にしましょう。やっぱりホームラン打ちやすい選手がいいですよね。低弾道の S ランクよりかは A ランクの高弾道とかパワーヒッターの方が僕は嬉しいかな。福留選手、柳田選手の A ランクとか来たら取りに行きます。さあ、モイネロ選手を打ち崩していきましょう。変化球、おー、ファール。変化球だよ。チェンジアップ、チェンジアップ。うわ、縦スラ、やばい。あぶねー。ちょっと縦スラか、フォークじゃない、縦スラね。しっかりして。坂本選手ホームラン。うーん、思ったより下がるんだよね、落ちるんだよね。
そしてなんか操作がなんかおかしい。オッケー、ナイスバッティング。まあ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 、ホームラン打てたんでオッケーです。できればランナー1人貯めたかったけど、まあいいでしょう、一発打てたんで。ここまではまあほぼ1回目の挑戦と変わらない感じですね。まあホームラン一発打ってって感じですね。さあ大野選手取れました。もちろん選択するのは大野選手。これはちょっとしっかりやっていきたい。さっきはガルシア選手の B ランクだったんで仕方ないですけど、今度は決めたい。さあ青木選手抑えていきましょう。中盤のピッチングが大事になりますよね。オッケー、チェンジアップ投げてみますか。高速スライダー、あーツーシーム。オッケー、ゲッツ。おーい、守備守備しっかりして。もう守備がねひどすぎる。あ、でも僕が選んだのか守備って。オッケー、ゲッツー。坂本選手なんか動き悪くなかったですか。セカンドかな、悪いの。まあとりあえずゲッツーで、ゲッツー取れたんでオッケーです。いいよ今のところいい感じ、そんなに悪くはないと思います。まあ、ステージ1がボーナス取れなかったのが痛いかな。はい、さあ4回目、デスパイネ選手来ましたね今。おう、中田選手とデスパイネ選手に、あーいや吉田選手か、吉田選手かなこれは。はい、この2人ですかね。デスパイネ選手でもよかったですけど、この2人にしましょう。空振り禁止、まあ一発打てば終わりです。今度は決めたい、ステージ5全クリ目標ね。とりあえず全クリしよう。ランナーよ、ネオ選手か、ネオ選手。オッケーまさかの A ランク中田選手で終わってしまった。ああそうか、本当は1人ランナー貯めるつもりだったんですけど、ホームラン打ててしまいました。まあまあまあクリア、全クリ目標なんでいいでしょう。本当は吉田選手まで回したかったけど、まあまあまあいいです、いいです。おお柳田選手いいね、ラストやっていきましょう。柳田選手、浅村選手、殿崎選手、いいね、引き運いいぞ。最後柳田選手、浅村選手、うわ最後そうか、じゃあ原選手かな、原さん、この3人にしましょう。はい、リアルスピード、うわリアルスピードか、ここ大事だよ。まあストレート絞って一発狙うが一番いいかな。もうホームラン1本打って決めましょう。はい、柳田選手に託しましょう。これ引いたのでかいよ、決めよう。はい、オッケーオッケー、スローカーブ、ボールボール、ストレートだけ。うわ早っ、あー待って変化球しか投げてこないな。オッケー、カットボールだけどいけた。いいよいいよ、ツーベースツーベース、いいよいいよいいよ、いい感じからの浅村選手、今度こそストレートホームラン一発いこう。うわっ、あ飛びつく、マジか、ワンシームか。いやー落ち着け、オッケー、ストレート。そう、普段はね、普段のリアタイは僕ストレートあんまり得意じゃないんですけど、こういうイベントはストレート絞るのが一番いいと思います。あ、カットボール、いや打てねえよ。あースライダーじゃないのか、落ち着け、ストレートだけ、ストレートだけ、スローカーブか。オッケー、落ちろ、よし、なんとか全クリ達成ですね。はい、まあまあまあ、まあ、オッケーオッケー、目標達成、全部クリアできた。さあこれでスコアがどこまでいくかなんですけど、どうでしょう。あ、35,960、どんな感じ。あ、19,775、マジか、レベル高いな今回。はい、そんな感じで今回はね2020スコアバトル初見でやっていきましたけど、まあまあ全クリできたんでとりあえずオッケーですかね。はい、多分上手い人だとね、ランナーわざとあのアウトにしてヒット重ねてホームランとかねやると思うんですけど、まあ、今回ね全クリっていうことが目標だったんで、まあ、とりあえず動画の中で全部クリアできてよかったです。まあ、皆さんもしよかったらね、何ポイント取れましたとかあればねコメント欄の方に書いていってもらえたらなと思います。はい、そんな感じで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次のクロス PS、 また他の実況でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。